府中市内の公立中学校で、今朝校舎脇に男子生徒が倒れているのが発見され、その後、死亡が確認されました。14歳と若く将来のある本州の生徒が亡くなられたということ、命を守れなかったことは、通行の極みでございます。府中市教育委員会によりますと、午前7時過ぎ、部活動の練習で登校した生徒たちが、 校舎脇に倒れている男子生徒を発見したということです生徒から連絡を受けた教頭が消防に通報し福山市内の病院に搬送されましたがおよそ3時間後に死亡が確認されました死亡した男子生徒はこの学校に通う3年生で制服を着た状態だったということです6月に学校で行われたいじめのアンケートでは この生徒に対する記載がなかったということですが、学校や警察では、いじめがなかったか、死因なども含め、詳しく調べています。